モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト播州のフルーツセット1万円相当プレゼント。すごいですよ、マスクメロン一玉。うわ嬉しいな。静岡のマスクメロンです。それからね、特選の小粒みかん5キロ。まあ毎年毎年ね、私が誕生日の時にね、飯田屋さんからいただいて、それでスタッフで分けているんですが、美味しいよな。美味しいですね。それから富有柿 3L サイズが6つ、うん、このセットです。合計1万円。欲しいとおっしゃる方はぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はね、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。お名前はそうだな、控えておきましょうか。40代の男性ですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。11月3日、先週末ゴジラの最新作ゴジラマイナスワンの公開に合わせて奴らがやってきました。そう、妹家族。いつもだったら栃木に住んでるんで、お盆と年末年始にしか帰ってこないのに、今年は3連休行くから予定空けといてと急に連絡が入って大慌て。もともと11月3日に子供を連れて佐賀のバルーンフェストに行って、4日は土曜日お昼から中地の天神ブラブラする天神ナウ、それからアビスパ福岡のルヴァンカップの決勝を見る予定だったのに、私と妹の関係は両親が共働きだったこともあって、昔から何をするにも兄ちゃん兄ちゃんと後ろをついてきてて、子供ながらに両親代わりに面倒見ながら何をするにも妹を優先させてきました。そのせいか大人になった今も、兄ちゃんここ連れてってあれ買ってと好き勝手言ってきます。私の年収の倍はもらっている妹と3倍もらっている義理の弟、2人ともプライム上場の社員、その2人がしがない中小企業のいらっしゃいの私にたかってくるんです。11月3日福岡空港の駐車場は大混雑。なんとか車を止めて妹家族を迎えると、さすがはパワーカップル、子供を含め3人とも真新しい服に身を包んで現れました。私はこの十数年新しい服買ってません。気まわしてヨレヨレで伸びきった服を、それ以上に横に大きくなった私がパッツンパッツンに引っ張って着ているのに、髪の毛だって義理の弟は月に1回はカットしなきゃいけない2ブロック。お、私は子供の頃からずっと切る間隔が長くなるように、長くなるようになるべく短い髪型。2ヶ月超えた頃からもみあげや耳周りの毛を電動ひげ剃りの後ろのバリカン使って剃って整えて、3ヶ月超えてからやっとカットに行ってます。ホワイトニングした白い歯を見せながら、そう、面白いんです。浮かぶな。面白いんです、これ本当に面白いんです。ホワイトニングした白い歯を見せながら、ここに行きたい、ミスタキ食べたい、焼肉にも連れてってと言ってくるんです。私もせっかく福岡に来たんだから行きたいとこいっぱい行こうよ、美味しいもんたくさん食べて帰ってと。優しいお兄ちゃん。もうね、お兄ちゃんいいんだよと言って、うちの家族も一緒に行動します。もちろんそんな妹なんで支払いは全て私、私のお小遣いは他の子供さんを連れたファミリーと同じように、というより同じと信じたい、一月昼食代込みの2万円、昼食が1食500円の計算なんですって言ったら、もうなんていうかこれは。そんな私の日課、そんな私は日課と称して、夕飯もそこそこに毎日コンビニやスーパーの半額弁当を探しに行くんです。手に入れた半額弁当を翌日の昼食にする。だいたい夜の7時半に家を出て、見つかるまで遅くなれば夜9時過ぎまで探します。
最近物価高の影響で半額弁当を買い求める新参者が増えているので子さんの半額ハンターとしてこの場を借りて物申したい。半額シールを貼られる前に売り場でじーっと待っていること、自分用にと先に商品をカゴに入れておいて半額シールを貼り始めたらそのタイミングで店員さんにシールを貼ってもらうこと、あれはダメ。他の客に迷惑だし、何よりもお店に対して礼を失している。半額シールはあくまでも店の善意であることを忘るべからず、半額シールを貼り始める時間よりも早めに着いたんだったら外で待つなり、雑誌コーナーだと人が少ないところで時間を潰すなんかね、ルールノートさんの話からだんだん話が横道にそれていってるんですよね。そして大量に半額商品を買い漁るのもいけない。半額ハンター道に反する。みんな懐事情が厳しいんだからみんなで分けないといけない、そういう精神であるべきだ。何年も日課を繰り返していると店員からいらっしゃいませとか袋いりますかとか言われることもなくなって研修中と初心者マークをつけいらっしゃいませと言っていた店員が私を見て何にも言わずに袋詰めを始める頃、あーそろそろ研修中が取れるかな。なるほど、そういうのも、ね、何人もの店員が独り立ちするのを見守ってきました時折半額シールに気づかずに定価で計算された時や商品を二重請求された時もいつもお世話になってるからこの経験を糧にしてくれたらいいと何も言わずにその場を立ち去ります。そうなんですか。だからやっぱりこの人のこう主義主張があるんですよね。ねえ。ところで私気づいたんです。半額シールが貼られる商品というのは味が想像しにくい弁当もしくはカレーなど大量に作ったもの。そのため職場でも最近よくそれ食べてますけど美味しいですかと聞かれて好き嫌いは分かれる味だけど俺は好きで今ハマってるんだとか、何食べるか迷った時は当たり外れの少ないカレー食べるようにしてるんだと言ってます。子さんの半額ハンターは大体顔なじみ、一言も喋ったことはないんです。会釈程度はする中、互いの日々の戦果をチラ見し合うぐらいの中、そして私が出遅れたと店に急いで入ろうとした時に子さんハンターが何も持たずに出てきて目が合って首を横に振るいい、このアイコンタクトで全てが分かるんですね。あー今日はダメだったんだと厳しそう返してお互い次の狩り場に別々に移動する。彼が次にどこに行くかは知らないんですが年に数回最後のお店で会いますお互いのテリトリーを検索も荒らさないのも半額ハンターの心得。そうして日々200円300円と小銭を稼いだ分を妹家族が上タン上ロース上カルビ本日の特選トモ三角と子供も大人並みによく食べる。私はご飯台に一番安い中落ちカルビを一枚一枚丁寧に丁寧に大切に焼いて噛み締めながら食べる。焼肉屋さんだからって肉ばっかり食べずに腹にたまるご飯食べろよと思いながらもそんなことは口にできず好きなもんどんどん注文してお兄ちゃんで、お小遣い日にしか会えないゆきさんが一人また一人と今今生のお別れを告げて去っていく。お盆と年末年始は毎年この光景です。そんな私の境遇を見かねて毎年8月15日12月15日年金支給日に父から好きなのに使いなさいと1万円もらってますがこの1万円すべて妹家族に吸い取られてます今年は初めて自分のためだけに使えるかもと思っていたら本日空港で見送りの際に年末帰ってくるからまたよろしくと言ってまた帰ってくるのと思いながらも楽しみに待ってるよと送り出しました。今年の年末は私だけ妻の実家に帰省しようかと考えるし分かりにくい例えかもしれませんがこんなおパンチウサギのような境遇の私に誰か救いの手を素晴らしい。ほん
当に。いや本当素晴らしい。いいお兄ちゃん。いやあの本当ね、なんていうか、うん、あのせこい人いるんですけど、うん、せこい人っつうかさ、うん、まあその他の人にもずっとせこくってなんかもうそれじゃないんですよ、うん、ね、そのね、本当本当妹にちゃんと大盤振る舞いしてる、うん、だから他の人に大盤振る舞いするっていう、はい、そういう人なんです、ですね、そのために自分がちょっと節約するっていう、そう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 、半額ハンターの心得どうもありがとうございます。素晴らしい作品でございました。